どうもこんにちは、サカーズです。今回はですね、久しぶりにアマゾンで大きな買い物をしました。ソファーベッドということでね、ぬるっと出てきましたけれど、ソファーベッドってね、だいたい普通半分に折れてこう背もたれなる感じになると思うんですけど、これはね、縦にだから3つに折りたたんでソファーになるっていうちょっと変わったタイプなんですよ。これね、1万7000円ぐらいですけれど、早速ね、開封してみたいと思います。よし。よし。よし。幅は100センチだと思います。枕2つ。ちょっと失敗したなと思ったのは、普段のね、このよく履いてるブルーのジャージですけれどね、これ商品と色被るのあんま良くないですよね。見づらいっていう。付属品ちょっと行ってみますけれど、あ、足ですね。まずだから4本足ね、くっつけて、これね、ソファーにした時は、この肘掛けなんですけれど、ベッドにした時はこれが足になるんですよね。こっちが背もたれ、こっちが下。こういうことですよね。これ取るのかな、これ。プラスチックの、だここと、足と同じネジのサイズのが埋まってたっつうことですわ。これをだから、今取り付けます。このね、ゴムのパッキンみたいなのもくっついてますんで。12、13とね、台風が来るの分かってたんで、もう早く配送してもらおうと思って、すぐね、昨日、いや、1日ででも届きましたよ。昨日、アマゾンでポチって、今日金曜日届くってなってたんで、ああ、よかったよかったと思って。そうこう、楽しいおしゃべりをしてる間に、4つの足がくっつきました。ちょっと今ね、片言で喋ってみましたけれど。ちょっとじゃあソファーにしてみますよ。今これが、背もたれが寝ちゃってますけれど。あ、かなり硬めです。これは事前にね、Amazon のレビュー見た時に結構固めですって書いてあったんですけれど、本当に、あ、でもこれは逆にありだな。ちょっとね、背中の方も結構硬いんでね、まあ、クッション背中に、あ、さっきそっか枕あったから枕をこうやってあれか、背中にありゃいいんな。あ、いいこれ。やっぱこいつのポイントはね、ベッドになるっていうことなんですけど、これがね、画面に収まるかな。こうベッドになるんですよ。なので、まずこのね、横のこれを先に取り付けちゃいましょう。よし。よし。そうそう、これね、この半分のサイズね、一人掛けのパターンもあるみたいです。狭い一人用のベッドっていうのが展開できるみたいで、単価ぐらいの多分幅になると思うんですけど、これがだからソファーとしての完成した形ですね。今ちょっと説明書を読んで、気がついたんですが、この背もたれの後ろにね、足がついてるんですね。これ今ちょっとこうやってマジックテープでくっついてますけれど、こういう風になってるわけですよ。で、これをベッドの時はこういう風に立てると、ベッドに展開してみたいと思いますけれど、このまず座席の方をこういう風に一回転させて、はい、まあ、この状態でね、使ってもよしと書いてありました。こういうね、これはこれでちょっとありかもしれないな。ベッドに展開しましょう。これがね、頭の方がね、曲がりきってガチャって、いかないと倒せないはずなんで。あ、来た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 。はーい。普通のシングルベッドのサイズになってますね、ちゃんと。いや、あ、逆。こっち向かなきゃダメだな。ああ。はい。ということでね、今回は、多機能ソファーベッド103。これね、いろんな色がありました。俺見た時ね、4種類ぐらいあったかな。ベージュとか。うん。あとは、ベージュとか。もう一個ね、そうそう、ベージュとか。あ、でもね、マジで4種類ぐらいあったと思います。全然、しっかりしてます。今、だいぶ今、バイブレーションをかけてますけれど。うん。その、ぐらつきはないですね。ソファーにしてるときに、この、ちょっとね、シーツかけといて、
このベッドモードにした時それを展開すればいいんじゃないでしょうか。はい、ということで今回紹介したのは多機能ソファーベッドでございました。バイバイ。よろしければチャンネル登録お願いします。